神経系とは、主に神経細胞の連鎖によって作られる神経を通して外部の情報の伝達と処理を行う動物の機関。内容的には、一つの動物体における神経全体の配置のあり方を指す場合と、同一個体内での神経の系統の大きな区別を指す場合がある。前者は、動物の分類において上位分類群を特徴づける重要な特徴とみなされる。 また、神経系が情報を受け渡しする対象である外部にも二つの意味があり、一つは生体の外部を指す場合と、もう一つは生体の内部ながら神経系の外部を指す場合の両方がある。海面動物、平板動物は神経系を持たない。それ以外の動物門はそれぞれに独特の神経系を持つ。神経系の発達は体制の発達を考えた場合に、 一つの高等差の指標となる。中枢神経系脳と脊髄とを合わせて中枢神経系と呼ぶ。神経系は突起部を含む神経細胞の単位を有うニューロンがシナプスで連続し神経伝達物質が分泌されることで興奮が伝達する機能から成り立つ。これはニューロン連鎖と呼ばれ感覚や運動または事情作用から 記憶や思考また判断や感情などの精神活動の大元でもあると考えられる。ニューロン連鎖は電動炉という決まった経路の束を作る。この経路には急進性と遠進性という方向性があり、一つのニューロン連鎖は双方向に情報をやり取りしない。一般に人の神経系は大きく中枢神経系と末梢神経系の二つに分けられている。 中枢神経系は脳と脊髄部分を指し、人では特に大脳が大きく発達している。組織は神経組織と呼ばれ、実際に情報の伝達を行うニューロンとその間を埋めながら数倍が存在するクリア細胞やオリゴデンドログリア、アストログリアなどから構成される。脳脳の中で人の場合80%を占める大脳は表面に曲がりくねった。 大脳高構造を持った開白室の大脳皮質が数センチメートルあり、その下には白室という神経繊維の集合をなし、さらに奥には開白室の大脳規定核がある。大脳皮質は脳幹周囲を中心に扁桃腺などと大脳変円形を形成する固皮質と人では大脳皮質の90%に相当する新皮質に分けられる。前者は本能行動や 上動行動を制御し、後者は運動や感覚まだ意識や思考など精神活動を営む場となる。また大脳にはいくつかののがある。中心校の前にあり、顔面や全身の運動を支配する運動やは、右脳が左半身を、左脳が右半身という逆転状態がある。中心校後ろの体制感覚やは感覚情報を判断する場所であり、 ここも左右逆転がある。特殊感覚屋はいくつかの場所にあり、視覚を司る視覚やとそれを取り巻き映像の意味を介する第二、視覚や体制感覚やの下にある味覚や側頭用内面の嗅覚や運動性言語中枢と感覚性言語中枢を持つ言語や様々な感覚を格のやら取り入れ工事の精神機能を発揮する言語屋などである。小脳は、 大脳の効下部にある拳台の大きさで、脳重量の10%程度を占める。ここは、大脳からの指令を受けて、体位や平行など、運動の方向や大きさ等を的確に制御する機能を持つ。中脳は、大脳と小脳に隠れた、中心部にある脊髄への伝達経路の束であり、また意識しない骨格筋や眼球、または聴覚に連動する反射運動などの制御に、 関与する。関能は、支障と障下部からなり、消化体が付随する。支障は、大脳皮質に向かう急進性電動炉が必ず経由する中継点である。障下部は自律機能の統合中枢として、自律神経を制御するとともに、ホルモンの分泌を通して、内分泌系をコントロールする。大脳を支える。 幹のように見えるため脳幹と呼ばれる部位は、円髄と橋で形成される。橋は横に走る繊維が左右の小脳をつなぐように見えるために言う。長さ3センチメートルほどの円髄は、衰退で大脳皮質からの伝達炉を、オリーブで中脳、小脳を脊髄と連結させる。また背面にある、菱形下の開白質部分は、基本的な生命維持のための自律性を呼び、 運動性部分の中枢を担う。脊髄脊髄は、椎骨の連なりの中にある、脊柱管の中に収まった、長さ約4 0トル太さ約1トルの円柱状器官であり、下部では、水のように細くなる。断面は、H 型の開白室の周囲を白質が覆っており、中心には、穴がある。前方は、骨格筋を制御する。 遠心性の運動神経が集まり、後ろは逆に急心性の感覚神経細胞が情報を遠髄に伝える。脊髄からは左右31体の脊髄神経を伸ばす神経束があり、それぞれの神経が全身に伝わる。根は椎間口に応じて分類され、顎神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経がある。 発生の過程、発生の過程では、中枢神経系は、まず神経管と呼ばれる中空の環状構造として形成され、体の前後軸に沿って伸びる。この神経管は外廃養性である。この管の壁は、神経細胞とグリア細胞の元になる細胞、を、神経管細胞で構成される。この細胞の分裂は、神経管の全部で他の部位よりも激しい。その結果、 神経管の全部だけが膨れることになる。その膨れた部分が将来の脳であり、それ以外の部分が脊髄になる。神経管の内側の空洞は生体になっても残され、脳の中の脳室、脊髄の中の脊髄中心管となる。神経系の発生を特徴づける。次の段階は神経細胞が本来あるべき正しい位置に配置され、それぞれの神経細胞が正しく。 シナプスで結合することである。大脳などの皮質構造をなす場所では、神経細胞は相上に配置され、また、神経核においては、細胞が集合する。神経細胞からは、軸索及び樹状突起が伸長し、神経回路形成が行われる。主に神経線板場や、局所的に神経細胞体が集まって存在する、神経節などから構成される。 神経繊維束は神経細胞体から伸びる神経繊維が多数集まって束になって走るものである。中枢神経系と体の各部位を結ぶ働きをする。末梢神経が中枢神経とつながる場所はすべて決まっている。また束になった神経は体内での走行パターンが決まっておりすべて名前がついている。解剖学的な分類末梢神経が どの中枢神経に接続しているかによって分けられる。機能的な分類末梢神経は、どのような信号を伝えるかによって、体制神経系と自律神経系に分けられ、さらに、体制神経系は、役割別に感覚神経と運動神経に、自律神経系は、作用別に、交換神経と副交換神経に分類される。役割的な分類末梢神経が、 どの中枢神経に接続しているかによって分けられる。発生の過程、発生の過程では、末梢神経系は、神経管の周辺に形成される、神経管などの細胞群、神経体の細胞が、体中に散らばったものから起こると考えられている。ありがとうございます。